とはね、この円の中心が中心線なんです。中心線を見てないと横向いてると選べない。中心線見ながらこっちなのかこっちなのかを選んで、この感覚がなんていうかな、真面目すぎてちょっと足りてない。だから真面目にやんない、真面目にやんない、通ればいい。これが前進するってことね。だからここで深さが大事になってる。これカラコンでやった時も過去の動画でも言ってるのね。そう、そうするとカットしようがないから、深さと内側。そうそうそう、日本全国の誰もがロンドンを操る日本サッカー界を地域レベルから作っていきたい。生きてるうちに日本のサッカーがワールドカップで優勝する姿が見たい。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあおはようございます。おはようございます。ロンズの練習会始めたいと思います。よろしくお願いします。今日はアスピランチの体験ということで、アスピランチもね、まあ有料の体験は、このロンズの練習に参加できます。で、無料の体験は普段のアスピランチのトレーニング、平日トレーニングに参加できますいう形を新たに作ったん で今日早速1名来てくださいました。じゃあ岡崎さん、すいません、あらこちらお願いします。はい、岡崎です。完全な素人なんですけど、キヨさんのロンズの動画からゆうきさんのユアイムンドチャンネルからいろいろ勉強して、もっとサッカーを深く知りたいと思って今日来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、はい、まあ、ということで、アスピランチの方はね、やりたいって人がいれば基本受け入れていきますんで、まあ、基本は、募集しているのは17、高校2年生から、まあ、30代までっていう形で基本は募集してるんですけど、40はい、大丈夫です。別に52の人もいますんで、レイカー46の人もいますんで、まあ、ただ基本は30までで募集してますんで、もしやりたいなって人いればどうぞご参加ください。2をはっきりして、そこ忍び寄って忍び寄って、はい、そう、はい、ここ、そっちそっちそっち、はい、そう、そう、はい、そこね、そことそこ、うらい、うらい、そことここ、そう、そう、うはまっちゃうよ、はまっちゃうよ、そうな、慌てたら、はい、ここ、そう、そっちとこっち2つ。OK。ディフェンスの、ここと、だから四角、こことここに反応して。はい、行こう。あ、ごめん。もう一回。よし、もうちょっと上。やりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。剥がして、やりすぎ、やりすぎはダメ。これもういらない。こことここね、反応してね。お、はい。あっちあっちあっち、うん、剥がさないで、剥がさないで、戻るとパワー受けるのと、やりすぎるとパワー受けるのとね、はい、四角へ反応して、よし、四角へ反応して、そう、四角へ反応して、そう、レイカそこ、はい、うい、四角へ反応して、いらない、そう、四角へ、四角ね、はい、グッド、あ、戻らないで、あっちね。そう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 。そう、これ、これがパワーを受ける原因だから戻らない。やりすぎ、やりすぎ。グッド。おい、戻らない。ブエナ君。四角へ反応してね。あっち。そう、グッド。はい、2位作った。四角へ反応して。そう、四角に反応して。やりすぎない、やりすぎない、やりすぎない。やりすぎ、やりすぎ。二人ともやりすぎ、はい、あ、ごめん、はい、
はい、チェンジ。はい。そう、そう。落ち着かせるのと、ね、剥がすのと、そのバランスが大事だからね。そこで、はい、剥がせる。反応してよ、反応してよ。そう。はい、高橋アウト。はい。内側、内側ね。止まってる状態をとにかく克服しないと、ね、入れ替わることも含めて、こうやって落ちてきたら入れ替わる一人。で、四角へ動くこと、止まってる人と、あとはね、この円の中心が中心線なんだよ。だから中心線を見てないと横向いてると選べない。中心線見ながらこっちなのかこっちなのかを選んでいく。ああ、戻しちゃダメ。で、ここまで反応しないと、このギリまで反応しないと足りてない。で、そこで入れ替わりができるから。うん。いやどいて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 、止まっちゃダメ。こことそこへ、はい、でどいて、ほれほれ、横向いてプレーしてるのね、中心向いてないの、だから選べてない。さあここ、はいはい、ここね、はいよ、はいはい、これ入ってけ入ってけ、ルイルイ入ってけ、はい、ちょっとちょっと、この距離をさ、ちょっとレイカ立っといて、いい、ルイ、この距離を詰めれないんだ、ルイ入ってけ、はい、ちょっとそう、ここで離れてもらおうとしてんだけど、このギリギリのところでここでもらうの、これが一番置き去りできるところ、だからここで止まっちゃってるから動きは生まれない、チェンジの動きだ。ブエナ君みたいな人と、例えば加藤ちゃんがチェンジしたり、岡崎さんあそこチェンジしたりしていかないと入れ替わる。でここにこのオフザボールのとこに疎い状態だとロンドって扱えない。で今でもここ反応できてるのがユッティさんだけなんです。だから動いてください。オッケー。はい。ちょっとここのマーカーに人立ってくれる？ボールください。でなくちょっとパスください。こっち側から見て。ここ通らせないようにして。もっとブエラ君引きつけて。うん。ここ通らせないようにして。ここ。ブエナ君は俺を通して、あ、開いといて、開いといて。ブエナ君は俺を通して、通すように。みんなこんな感じなのね。前進しないの。で、ショーゴ、ちょっとこう、立って。はい。遅い。前進したよね、今ね。さっきの鬼回しとかと一緒で、タイミング逃してるから、ショーゴ、ショーゴ、はい、はい、前進。はい、そう。前進したよね。前進してないのね。だから前進する練習をちょっとこのタイミング逃すと前進できなくなっちゃうね。で特にレイカね、ちょっとここ出す人とそこやる人2人1組になって、でここも3回4回やったら交代して、この2人、はい、通させないで、はい、ちょっと2人1組でやっていこう。前進させるパスね。ね、カートちゃん、例えばショーゴもそうだけど、はい、ここだったら前進しやすい。うん。で、こういう知恵を持っていってほしい。パス出す方も、そう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 。はい、3回やったらチェンジしよう。なんでもない感覚だけど、これが味方を前進させるっていうことね。はい、グッド。はい。高橋らも3回やったら交代してね。ちょっとなんでもないことだけど、ちょっとやろう。うん。レイカー、通させないようにして。通させないようにしないと、はい、そう、リアリティなくなっちゃうから、はい、ストップ。タイミング逃してんのよ、わかる？だからこのタイミングを大事にしてほしいんだけど、これで躊躇しちゃうともう逃しちゃうのね。いいよ、はいはいはいね、躊躇しない、躊躇しない。で、ショーゴとかはその躊躇しちゃう癖を改善すると自分のいいところが出るようになるから、OK、ストップ。もう一つね。これ、マリシャの一つだけ、誰か入って。こんだけの距離から入ってくると、閉まっちゃうわけよ。だから、こんなんでいいの。で、この感覚が、なんていうかな、真面目すぎてちょっと足りてないの。だから、真面目にやんない、真面目にやんない。通ればいい。はい、行こう。
これが前進するってことね。通らないとダメよ、ほら閉まっちゃうよ。それじゃあ、はい、グッド。で変わってってね、どんどん前進する、前進する、はい、グッド。そうそうそう、前進、大丈夫大丈夫、こうやって積極的になればこぼれてくるから大丈夫。はい、グッド。前進する、前進する、ここ通さないでね。知恵が足りないとこうやって引っかかっちゃう。何かしら必ず前進できる知恵を持つこと。だボールパス出す側もそうだよ、出す側もそうだし、このはい、グッド。この全身の癖、全身の癖、はい、グッド。パス出す方もね、この全身させる感覚、受ける方もグッド。はい、ちょっとずつ良くなってきた。ちょっとついでにこれ、これもやろう、ここもやろうか。たかしから後ろの人、こっち立って、ここもやろう。はい、ディフェンス、こことここ、こことここ、はい、たかし、あ、違う、侵入の感覚、侵入の感覚、同じ角度変わっただけで違うことやんない。これ絶対通れない、通さない、あ、通れた、通さないで、でパス出す方と OKOK、 通れたら OK、 知恵ね、知恵。これセットアップメニューでやったらそのまんまなのよ。カラーコーンでやってんのと全く一緒。はい、どんどんやってね、どんどんやってね。はい、知恵がないとこれ出す方も知恵で、過去の動画見たら分かるけど、カラーコーンではちょっとでも内側飛んでね、これちょっと、うん、ちょっとでも内側飛んでね。だからここで深さが大事になってくる。これカラーコーンでやった時の過去の動画でも言ってんのね。でこのもうそう、そうするとカットしようがないから、深さと内側、そうそうそう。でカラーコーンでずっと言ってたのはこれね、その距離から走ってくるんだ。うん、はいはい、もうちょいやろう。で深さが足りないのと、あ、まああとはあの、まあ、個人のあれ感覚だけど、最初のセットが右足の奥か左足の奥かでカットされるかされないかって決まってくるから、はい、変わりながら、でこういうちょっとした知恵 ね、ディフェンスの右足の奥か左足の奥か、そうそうそう、それ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 、ね、引っかかっても抜けるでしょ、ね。知恵、知恵、知恵とずる賢さ。あ、すいません、これ知恵だ。いや、俺的にはあの瞬殺ね、それはひらめきね、うん、あ、いいよ、それでいい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 。だからひらめきはその後、まずはシンプル、その後にひらめき、うん。